中国の許賓秀、18歳です。ショートプログラムは6位でした。ただし6位とは言っても美術展だけなら中野の上を行きました。いいジャンプ飛んでましたね、はい、課題は演技構成点ということになりますが、今日のフリーでのジャンプはどうか。おお、難なく飛んできました。ルッツの3回転2回転のコンビネーションですけど、はい、これ今の感じだと3回転3回転もいけそうですね。次は3回転3回転で来るのか。ちょっと力入っちゃったかな。ジャンプが魅力の一つ、この許賓秀、大きなミスが出ました。3つ目は成功させました。今のは難しいジャンプですからね、ループジャンプですので、はい、先週カナダ大会に出場しました。ですからグランプリシリーズは2試合連続になります。カナダ大会は第8位。グランプリファイナルで3位に入ってますが、その時勝ったのがキム・ヨナで、2位が今回出場している澤田亜希でした。さあ、いよいよ後半の6人に入っていますが、現在のトップは浅田舞、そしてこの後には中野ゆかりも登場してきます。シークエンスですね、はい、これは決めました。18歳らしい、そして何かこう中国選手らしい、そんな振り付けです。そして先週レベル4のスピン、レイバックスピン、綺麗なビールマンです。また取っちゃったかもしれないですね。大きなポイントになりそうです。一昨日のショートプログラムを見てますと、この技と技のつなぎの部分でかなり4点台というような厳しい評価を受けていました。やっぱりまだまだね、若いですからね。さあ後半のジャンプ、ここも転倒。これルッツだったんですけど ね一番最初にやったルッツのコンビネーションは綺麗に飛んだんですが、サルコーは大丈夫ですね。中国選手権は優勝したこの許賓秀、地元の声援がちょっとプレッシャーになっているか。最後のジャンプです。おお、フィリップですよ。これは決めてきました。このフリップジャンプ、先週は転倒したんですが、そうですね、3回転のフリップですから、しかも一番最後のジャンプでしょ。これよく決めました。そして得意のスピン、頑張りましたね。最後は綺麗に締めくくりました、中国の18歳許賓秀。でも非常に両方の足でビールマンができるので、はい、やっぱり非常に有利ですよね、うん、これがもったいなかった。まさかトーループとは思ってなかったんじゃないですか、うん、トーループですから、多分彼女にとってトーループっていうのはそんなに難しいジャンプではないはずですので、技術水平分さあ、最終グループ2組の中の最初の滑走になった中国許賓秀、まず技術点は 44.45。
転倒はありましたが、まずの得点が出てきました。そして演技構成点、こちらは 44.32 です。トータル 136.31 はこの段階でトップ、浅田舞を超えました。まあ、しかしこの後は日本のエース、いよいよ中野が登場してきます。